ガーシーなんて人が政治家になって何が言いたかったんだろう。ですね、ガーシーさんがやりたかったことっていうのは、実は結構あると僕は思っていて、今回、最近ね、その話題になってるジャニーズの、ジャニー喜多川さんの性加害問題ってあるじゃないですか。あれを初めて国会で暴露したのって、ガーシーなんですよ。まあ、ガーシーはね、国際手配されてたんで、ドバイからリモートですけど、質問主意書は、その逃亡経緯で提出してたんで、まあ、その後、立憲民主党がね、まあ、ただ乗りしてきたっつって、みんな怒ってましたけど、もう要は弱小政党なんで、メディアが最初相手にしなかった、まあ、もちろん NHK を糾弾してたから、NHK とかなので、当然あれですけれども、ジャニーズの性加害問題を最初に告発したのは実はガーシーなんですよ。要はジャニー喜多川さんのその性加害問題っていうのは公然の秘密になっていて、でメディアはそのジャニーズ事務所と蜜月の関係にあったので、みんなそれを黙殺してたわけですよね。はい、だからそういうふうなそのメディアとズブズブの人たちは絶対に言わないようなことを、彼は暴露したっていうのは非常に、おそらくですけど、これはもう推測でしかないですけど、政財界の有力者の方々も、男が好きな、まあ、芸趣味の方々はたくさんいらっしゃると思うので。まあ、そういった人たちともズブズブだったんじゃないかっていうような仮説も成り立ちます。なので、これまで、国会等でそういったものが問題にされることってなかったじゃないですか。だからまあ、ある意味ちょっとアウトローにいた人ですけど、まあ、芸能界とかそういった人たちから裏切られて、まあ、半ば自暴自棄になって暴露したみたいなところもあるんでしょうけど、まあ、一定の役割を果たしたのかなっていうふうに思います。それは面白いね。でもどうなると思います？